はい、どうもこんにちは、こんばんは、マグレッチです。今日なんですけれども、荒野行動をやっていきたいと思います。ただいまですね、アップデートが PC 版に入っていまして、で、アップデート内容っていうのは、まあ、新モードと車両が追加されたっていうのと、まあ、スキンとかもね、結構増えたらしいんですけども、あとエモートとか、今回のアップデートでいろんな要素が加わったみたいなんで、ちょっとそちらの方を見ていきたいと思います。まずなんですけれども、乗り物ですね。で、バイクの方が、これ、爆走サタンっていうね、車両が追加されました。これだけ多分ビッグスクーターなんだけど、まあ、この黒色のビッグスクーターと、まあ、白色のビッグスクーターが追加されたって感じで、意外となんか健全なビッグスクーターが来ましたね。なんだろうね、このビッグスクーター。なんか前がマグザム、後ろがマジェスティみたいな。で、それをなんか組み合わせましたよ、みたいな、バイクになってます。一応僕もバイクの免許を持ってるんでね、まあ、中型ですけど。中型ですが、一応僕も、ビッグスクーターとか乗れる免許はあるので、今回はこちらの方を買っていきたいと思います。今回はダイヤでも買えるし、まあ、ガチャガチャでも引けるってことなんで、ちょっと、ガチャガチャ引くのはめんどくさいんで、ダイヤで買っちゃいたいと思います。ダイヤ4800個で、7日間分、爆走サタン購入。セレン購入完了。それではね、今回は爆走サタンを使って、プレイをしていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあということでやってきました。それでは漁っていきましょう。水工場にやってきました。久々の水工場なんですけども、まあ、なんか女の子の僕キャラクターなんで、ちょっとね、なんだろう、この服装は多分バイクに見合わないんで、服は脱ぎます。で、ちょっと漁っていきたいと思うんですけど、あのバイクどれだけの速さがあるのかとか、ちょっと耐久性はどうなのかとか、いろいろちょっとね、検証も含めた動画にしていきたいなと思うので、後々なんかちょっと銃を撃ち込んでね、耐久がどれだけあるのかっていうのを見たいと思います。まあ、ビッグスクーターなんで、まあ、バイクと一緒なんでそんなに耐久性はないのかなとは思うんですけども、まあ、一応ね、見てみたいと思うので、まずはちょっと漁っていきましょう。あとなんかね、新モードも追加されたみたいで、なんかサッカー場でなんかやり合う、なんかレジャーが追加されたみたいで、あとエモートとかいろいろ追加されたみたいで、それはね、また次の動画で出そうかなと思うんですけど、とりあえずはちょっと僕、今車に乗ってまして、バイクを見つけたいなと思うんですけども、乗りたい、早く。ないかな。結構大きなバイクだったんで、なんか小回りは効くのかな、どうなんだろうね。まあ、多分あのビッグスクーターは小回りは効かなくても多分大きいから安定してると思うんだよね。こうビヨーンって飛んだとしても、まあ、安定して着地ができるみたいな。あったぞ、バイク。これを乗れば、ビッグスクーターに変わるってことなんで、はい、じゃあ変わってくれ。おお、かっこいい。お、黒赤かっこいいな、これ。ちょっとスピード出してみよう。これ普通に走ってみて、あ、速い。待って、100キロまでめっちゃ速いんだけど。もう98、これ上り坂だからあれだけど、お、100キロまで速いぞ。ちょっと待って、100キロまで到達するのに何秒かかるか。1、2、3、4、5秒あれば100キロ。これ普通か？ちょっとよくわかんないんだけど、まあ、なんか初速速いような気がする。あ、いいね、なんかかっこいいわ。まあ、バイクのスキンって言ったらこれ2個目なんだけど、1個目もね、ハーレー、かっこいいけど、やっぱハーレーの方がかっこいいか。音はなんかもうバイクそのもの、特別なんか変わったりはしてないんで、まあ、ハーレーの方がまあレア度は高いかな。まあ、こっちはね、まあ、もちろんなんかこう、ダイヤで変えちゃうものだから、そんなにレア度って言ったらハーレーほどではないとは思うんだけど、まあ、やっぱり普通のあのバイクよりは、まあ、かっこいいよね。ダイヤで買えるっていうのはでかいよね。まあ、7日間っていう限定はあるけれども、荒野の闇を見たくない人は、まあ、ちょっとね、試しに乗ってみたいっていう人はダイヤで買っちゃってもいいんじゃないかな。よし、じゃあそろそろツーリング行くぞ。行こう。ちょっと赤城峠に行こう。赤城峠わかる？みんな。まあ、山があるんですよ。まあ、すごいね、景色が良くて、まあ、なんかもう自然がいっぱいの山があるんですけど、まあ、そこの峠をね、下っていくとか登っていくっていう、まあ、ツーリングをね、学生時代俺やってました、友達たちと。めちゃめちゃ楽しかった。バイクっていいよね。超楽しいんですよ。まあ、事故とかには気をつけなきゃいけないんですけど、僕、一度ね、本当にバイクで、本当に死にそうになった時の、話がありまして、5、6メートル普通に吹っ飛んだっていうね、よく生きてたなっていう、あったんですけど、ほぉ、飛ぶな！めっちゃ飛ぶやん。しかも、すげえ、荒野のこの、新しいバイク、これすごい安定してるわ、飛んでも。これやっぱりでかいから、重量あるから、あれなんかな、設定が重量あるようになってるから、基本的にはなんかこけないよみたいな感じなのかな。いや、わかんないよ。これは近かったらごめんなさいね。ただなんか飛んでる感じ、なんかすごい安定してこけないなっていうイメージがあったんで、お、すごいいいわ。これだったらね、なんかこけないね。そんじゃ敵もなんか全然いないんで、ちょっと降りて、耐久性の検証みたいなことをやっていこうかな。
今81式持ってるんですけど、これをちょっと打ち込んでって、まあ、どれだけの耐久性があるのか、どれだけで爆発するのかっていうのを、見ていきたいと思います。かっこいいな、このフォルム。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。おー、20発でも耐えられる。これで25、これで30発。30発撃っても全然煙も出ないんだけど、え、これやばくない？え、すごいぞこれ。あ、やっと30だから40発でやっと煙が出るようになって、え、これすごいぞ。全然爆発しない。え、マジ？え、80発打ち込んだよ。あ、60発か。60発打ち込んだよ今俺。ちょっと待って、60、75発ぐらい打ち込まないと爆発しない。え、ちょっと待って、これめちゃめちゃ耐久性いいんじゃない？もしかして。しかも81式なんつったら結構威力の高い武器なんで、 7.62 ミリ弾使用してるからさ、やっぱりすげえな。耐久性はめちゃめちゃあるってことが分かったね。とりあえずなんか遮蔽がないときは、あれだね。ビッグスクーター使って、まあ、防ぐこともできるんじゃないかな。じゃ、とりあえずちょっと補給物資もちゃちゃっと取ったんで、敵がいそうなんで、やべやべ、いるわ、いるわ、いるわ、やっぱいるわ。やべ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 、ちょっと後ろから打ち込まれていくが、しかしやっぱり強いな、バイク。微動だにせんぞ。よし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 。あの六角にいるわ。でももう範囲も変わったんで、あと1分だから、もうあいつらも来ないといけないんじゃないか。俺の方に多分来ないといけないから、まあ、歩きかなんかで多分来ると思うんですけど、ちょっと待ち伏せて、あ、車だ。車で行ってる。やるか、これ。81式の力よ。強すぎだろ、81式。ちょっと待ってよ。いやいやいや、弱体が入ったって言ってたけどさ、待て待て待て。なんか10発ぐらいで爆発しなかった、今。あ、まだいる。オッケー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 。ええー、ちょっと待って、81式やばいぞ、これ。全然ぶっ壊れ武器だよね。あ、めっちゃあるわ。あ、なんか持ってるな。あ、カート、ギリースーツと、あと、ヘルメットレベル3と、サプレッサーもさっきあったね。よし、じゃあ、これでいくか。さあ、じゃあ、ということで、アンチ内には入ってきたんですけれども、まあ、やっぱり10人以下になってくると結構接敵するね。あそこの家に行った。あ、待って、海岸沿いにもいるぞ。いるいるいる。頭狙いつつ、OK。ナイスショ。じゃあ、行くか。やっぱギリ強いな。バレないもん。絶対。あ、いるわ。いるいる。多分来るぞ、これ。いますね。あいつに当てたい。当たるかな？オッケー。一発当てて、もう一発。あー、当たんないか、これ。あとは、もう、これはゴリ押し。オッケー。あと二人なんで、ちょっと慎重に、あ、でも安全地帯は近いですね。ほんで81式の方が、ちょっとさっきカート交換してきちゃったんですけど、81式使いたかったなぁ。あれ強いよ。はい。まあなんか弾がなかったんで、ちょっと、もうこれあかんなと思って捨ててきちゃったんだけど、まだね、俺はギリースーツ着てるからバレにくいけども、多分敵たちは多分普通の服装なんで、バレやすいと思うんだよな。あそこのさ、なんかトラクターっていうか、なんかトラクターっていうの？なんか、あ、いる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 。いるわ。腰打ちで？腰打ちで当たっていく。さあ、腰打ちで当たっていく。いいっすね。そこの目の前のその赤いなんか変なこう、耕す、畑を耕すような車の裏にいそうじゃない？詰めちゃう？これ。詰めようか。詰めよう。もう行こう。行くしかない。あとはもう行くしかない。ちょっと待って。あれ？いない？嘘。え？どこだ？ん？ん？ん？あの岩裏か？したらもうあの岩裏しかないよな。165、150度の、150度か。の岩裏だと思うんですけど、ちょっととりあえず、ちゃちゃ入れましょう。ちゃちゃ入れてみてもいない。マジで？安全地帯収縮来るぞ。7、6、5、4、3、2、1、ゴー。いやー、マジ？詰めてこない。しかも。安全地帯が最終的に収縮されて、これはもう応急合戦ですね。もう詰めない方がいいな。で、いるとしたら俺の目の前しかいないんだけどね。ちょっと待って、どこにいんのこれ。え、地下帝国にいるわけじゃないよね。勝っちゃったよ。なんだよ、これ。まあ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 。勝ちらしいんですよね。うん。はい。じゃあ、ということで、終わり方はちょっと微妙だったんですけど、まあね、このバイク、新しい車両の、まあ、耐久性というのがめちゃめちゃあったっていうのが分かったんで、良かったんじゃないでしょうか。まあ、少しでも、この動画が役に立ったり面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の方も、ぜひぜひよろしくお願いします。
まあ、他のバトルロワイヤルゲームだったりパクリゲームいろいろやってますので、ぜひそちらの方も概要欄だったり、リストから見てみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。